はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ、黒川です。オーストラリアドルへのテクニカル分析を3分で解説します。本日、ニューヨーク市場の見通しとなります。まずは結論から。はい、60分足、ボリンジャーバンド一目金工業、ゲラクトレンド進行中、ストーキーアスティックス、売りシグナルが点灯ということで、はい、60分足ベース、難聴な展開を予想しております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい、60分足、えーと、ボリンジャーバンド、トレンドの方向性を示す赤い点線、21時間移動平均線、鋭角に下落と、ローソク足はといいますと、マイナス、通信マラインを下抜けして推移をしております、60分足、ボリンジャーバンド、強い下落トレンドが進行中ということです、はいそんな中、教えた結ストキャスティックス、裏急すぎの判断基準であります20、20%ラインを超えてもなお、ちょっと分かりづらいんですけど、依然として売りシグナルが点灯中ということです。 はい60分足1目均衡表です。下からローソク足、転換線、基準線、雲の順番、典型的なゲラクトレンドのパターンということです。はいそれでは本日のサポートレジスタンスをご紹介します。本日、ニューヨーク時間のサポートレジスタンス、まずはサポートラインです。サポートラインは93円ちょうどレベル、93円ちょうどレベルと。でレジスタンスラインは94円ちょうどレベル、94円ちょうどレベルということです。はい本日、ニューヨーク市場の予想レンジ。 えーと93円のちょうどレベルから94円のちょうどレベルということです、はい。ポイントですね、下落トレンド進行中ということなんですけども、はいえー、と60分足、ボリンジャーバンド、一目均衡表、強い下落トレンドが進行中です。はい、60分足、ストーキャスティックスにつきましては、売、まあ、裏過ぎの判断基準であります20%ラインを超えて、えー、依然として売りシグナルを。 えー、点灯しております、はい、そういうことで、本日、ニューヨーク時間なんですけども、下落トレンドが継続するかということなんですけども、はいえー、と60分、えーと8時、8時間足、4時間足、2時間足はすべて下落トレンド進行中ということで、さらに8時間足、4時間足、2時間足のストーキャスティックスもすべて売りシグナルが点灯と。 いうことなんではい、本日ニューヨーク市場におきまして、オーストラリアドル円はい、軟調な展開を予想しております。本日は以上となります。